この後番組配信が切り替わります。自動的に次の番組にジャンプするので、そのままお待ちいただくか、すでに始まっているウェザーニュースライブイブニングの番組枠に移動の方をお願いします。それでは続いてのキャスターと引き継ぎを行っていきましょう。クロストークは檜山沙耶キャスターです。お願いします。こんばんは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します。今夜から明日のお天気、そして1週間のお天気まで確認していきましょう。沙耶さんお願いします。よろしくお願いします。かなりなんか久しぶりなクロストークな、ね、そうですよね、はい、数ヶ月ぶりぐらいでしょうか。そんなにですか。もっとですか。どうでしょう、ね、でもこの間ご飯に行ったので、あ、そうです ね、あの会うのは久しぶりな感じはしないんですけれども、はいね、画面上ではお久しぶりですよね、はいはい、うん、この前もご飯に行って、はい、なんかそう2人で予約せずにカフェに行こうとしたんですよねかなり人が多くっていろいろはしごしました ね、もう1箇所目ダメで2箇所目ダメで3箇所目もうここでいっかみたいなあれ週末でしたっけ、うん、あれいや平日で、そうだ平日だから油断してたんですよね。そうなんです、どこか入れるでしょうっていう気持ちで行ったら入れなくて、ね、ちょっと驚きでした ね、そうでしたよね。しかもお互い健康診断の後でしたよね。そうでしたね。だから予約しなかったんですよ確かね。そうそう、ちょっと時間が、はい、そう時間が読めなかったから、そうでした。そうでした。懐かしいですね、はい、先月ぐらいだったかもしれないですけど、はい、まあ、今ちょうどあのお花見シーズンなので、なんかいつも混んでなさそうでもなんか混んでたりする場所とかありそうですね。そうですよね、うん、結構こう列をね、なしているところ多いですもんね、うん、ありますね。あの千鳥ヶ淵のあそこ行ったことありますか。あ、行ったことないです。です私もなくて、はい、行ってみたいなって。でもずっと通年で行けるわけじゃないじゃないですか、お花見の見たかったら、うん、期間限定ですもんね。はい、でもあそこはこう花いかだもいいじゃないですか。はいはい、行きたいなってね、予定を立てていきたいところですよね。整理券配ってるそうで。そうなんですか、うん、整理券配るんですか、うん、もう夢の国みたいな遊園地じゃないですか。本当ですね、うん、まあ、なんか待たなくて、同じ場所でずっと待たなくていいのはいいかもしれないですけど、うん、こちらですか。今ライブで、ここがすごいスポットらしくて、なんかみんなここにめがけて行くみたいなんですけど、ユッキーはボートできます、うん、このボートはできます。できますか。井の頭公園は確かボートを漕ぐことができて、そうです、ボート漕ぐことが、ね、はい、あそこは行ったことできますか、うん、できないってあるんですか。なんか目的地まで行けなくて、どんどん壁に向かっちゃうんですよ。そう、風が強かったのか分かんないんですけど、ああ、まあまあ、これできるできないってあるんですかいや、なんかちょうど行った時風が強くって流されてしまって。それはあるかもしれないですね。今日はじゃあ今日は大丈夫ですかね。ないかな。じゃあ雨がこっちの方がいいかもしれない。あ、スワンボートですか。うん、これでは脚力のある自信があります。自信あります。一緒に今度行きましょう。いいですね。もうじゃあもうシーズン終わってからでもいいですね。シーズン終わってからもやってますもんね。から、うん、落ち着いてから行きましょう。どうかボート、いやでもそれならせっかくならさやさんのコギを見たいので。いやユッキーのコギを見たいので。後ろがいいですか前がいいですか。え、どっち。どっちがいいですか。これ向き合ってやるもんなんですかね、こんな風に。ああ、あ、確かに向き合ってらっしゃいますね、皆さん。あ、え、じゃあそっちお願いしますみたいな。わかりましたってこんな感じですよね。多分、まあ、誰かが舵取って、はい、あ、そうですね、ちょうどこうやってユッキー頼んだよ今右こっち行きたいんでこっちみたいな多分感じ。事故の予感。事故の予感。空いてる時に行きましょう。ね、そうしましょう。はい、ね。向き合ってなかったら競技だ結構そうです、ね、ガチめな鮮度と舵取りでスピードを意識してる、ね、楽しみたいので、じゃあちょっと実現させましょう、ね、ぜひ今度行きましょう。はい、ちょっとピーク終わってから計画したいと思いますさあ、そしてこの時間も今日はあのお花見楽しめそうなところ多かったのですが、はい、まあ、このスタジオがある関東、そして千葉がちょっとあいにくのお天気になっているところもあって、ね、あの雨のリポートがちょうど来てたんですよ、はい、まあ、この後もこう土砂降りになったりする心配はないと思いますが、ちょっと雨の範囲であったり心配ですよね。そうですね、はい、関東のエリアではこの後もにわか雨が心配となりそうです。明日は広く晴れる場所が多いものの、今夜から明日にかけて関東エリアでは雨雲が広がる可能性もありますので、詳しくお送りしていきます。はい、ではこの後のイブニングよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
ここまで3時間はウェザーニュースライブアフタヌーンをお送りしていきました。お帰りの際傘があるといいかなというところが関東周辺、あとは九州北部や中国エリアも所々雨だったのでご注意ください。北海道は雪のところがありましたがだんだん落ち着いていて風も少しずつ穏やかになっていくようです。まあ、なので桜咲いているところ花見もできるかと思います。暖かくしてお楽しみください。さあ皆さんこの後もイブニングで最新の気象情報をご確認ください。お付き合いありがとうございました。